なんか変な笑い声聞こえるんだけど、なんか怖いんだけど、はい、元気をおまやで、あ、みんなそうやって真似してみんなね、工藤が大好きなんだよね。あれ、え、怖い。ちょっとね、結構ね、面白いよ。こっから見たら結構面白い、ね、それちょっと2部でも使おう。オッケー、ここに私からうち、あ、私がイベント出るときそれで。そうだね、新しいネタが誕生したので。またネタがちょっと増えてしまったんだけど、ね、いやー、こんな感じで、うん、喉がすごいカラカラ。みんなその笑い方、本当にその笑い方になっちゃうよ。でも多分そのうちね、いや、本当はね、うん、あ、まあ別にアンコールかかったら歌やろうと思ってた曲はある。うん。けど、え、何って。あ、はい。なるほど。巻き込んじゃった。まあまあまあ、そういう時もあるよね。でも、あの笑い声までちょっと、あの、それはちょっと予想外な展開なんですけど。はい。はい、ちょっとどうせならだって人数多い方がいいかなと思って。はい、愛ちゃんも呼び込んじゃいましたという感じで、アンコール本当にありがとうございます。私2部の終わりに来るもんだとばっかり思ってた。あ、はい、もうお決まりじゃん。だってもうじゃないじゃんね。うん、まあまあね、あの、まあでも、あの、今日はね、本当に私はどっちかというとみんなでくし騒ぎたいのね。なのでもうとにかくもうバイ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 、大人数で行きましょう。みんな出ておいで。あのさ、あれじゃね、あ、準備してるやつかな。いる？おはようございます、朝だよ。 Come here。 一部の出演者様でご挨拶しませんか。そうですね、ただいまー。ありがとう、ありがとう。多分これうちが出たらなんか変な笑い声、なんかみんな笑いそうね、怖いんだけど。え、怖い、ちょっと待って、どうしよう。もう怖いけどちょっと楽しい。怖い、怖い。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。みんな出てきてくれた。梅香ちゃん、おお、おお、おお、4人揃ったね、よかったね。はい、一部の出演者さんですね、何かは2部に残ってくださいます。もう本当にありがたい限りなんですけれども、今日なんと急遽ですね、ちょっと広島の方からいらしてくださる予定だった方が体調不良で来られなくなってしまって、で急遽なんか自分残ってやってもいいですよっつって言ってくださった子が結構いらっしゃいますのでね、1部のメンバーほぼフルで残ります。2部もなので盛りだくさんの内容にしようと思いますので、2部の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。怖い、本当に怖い、みんな。はい、ではちょっとおのおのとりあえず一部の段階の感想をどうぞ。感想の、いや、告知もあれば、あの、一部で帰っちゃうよって人は告知もして大丈夫です。感想もうね、あの、今ちょっとさ、笑い声で頭がいっぱいだから、ちょっとあの、後回しにしてもらってもいいですか。じゃあさ、ちょっと、いろはすから行こうか。もう感想とかね、さっきのあれしかないですよね。感想、すいませんでした。もうそれで聞きますね。申し訳なかったと思います。2部は衝突することが多分ないと思うんで、多
多分その何ですか、順番じゃない、立ち位置とか間違えなければ、場所移動間違えなければ衝突ないと思うんで気をつけます。周りを見ます。皆さんも周りには気をつけてください。で、告知は10月の最終、日付忘れたんですけど、最終土曜日29にダンサーズビートをまた次回予定してて、演者が確定して、まだちょっとフライヤーとか作れてないんですけど、俺と2人とアスカさんとマキさんと、あ、アルファ最近ねちょっとちょいちょい出てきてるから2人と、コボさん、あの空のこぼしちゃんと、早乙女玲奈さんと、あの岡山からゆいさんが来てくれて、総勢10名で、今回も豪華なんで、よかったら見に来てください。時間は夕方から夜6時半オープン、7時スタートか、6時オープン6時半スタートなんで、予定あげてください、お願いします。以上です。はい、佐伯夏実です。まずは一部ありがとうございました。はい、ありがとうございます。私、花子さんとコラボするのね、めっちゃ楽しかったです。はい。あと、カノンとお願いダーリンしたのがちょっと年齢がちょっとこの間16になったってなって、誕生日が来て16かと思ってびっくりしたんですけど、その隣に小学生っていう、ちょっともう辛いなって思ったけど、まあ負けずに2部も頑張ろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。かのこさんと自分が好きだった。合ってるよね。大丈夫ですよね。いや、かなこが、多分ね、全員ね、かのこに聞こえてるの。かのこさんと自分の好きな曲を一緒に歌えて本当嬉しかったし、皆さんも盛り上げてくださって嬉しかったし、なっつんとも久々に一緒にステージできて嬉しかったです。リブもよろしくお願いします。プライマリーちょっと代表して私春菜が、感想というかお礼も兼ねて、言わせていただきたいと思います。まずは一部ありがとうございました。ちょっと梅ちゃんは一部の方用事があって、3人体制のプライマリーだったんですけど、二部の方かなこさんがね、出ていいですよというふうに言ってくださったので、4人体制のプライマリーも1曲だけ二部の方にもお邪魔させていただくことになりました。本当にありがとうございます。というわけで2部のプライマリーもぜひぜひよろしくお願いします。はい、ハニーブランチです。一部ありがとうございました。本日はお招きいただき本当にありがとうございます。なんで笑ってんの。誰笑ってんだよ。ですね、私たちは一部でね帰っちゃうんですけどね、一部で帰っちゃうんですけどね、物販もやってますし、ね、今日はなんかケイちゃんのすげえ笑ってんじゃん。ケイちゃんの生誕祭祝えてよかったなと思います。本当にかのこさんとかのこさんと一緒に久しぶりにかなこですけど、あれ違ったっけ、あれごめんね、かなこさんと一緒にコラボができてやっぱ楽しいね。すごい気持ちよく歌えた。ありがとう、うん、こっちこそ、うん、こっちこそ、ありがとう。Thank you。 ノーセンキューじゃないんだけど、ノーセンキュー、どういたしまして、なんて言って、よぼやかん、全然違う。はい、まあそんな感じですごく楽しかったです。またなんかね、一緒にできたらいいね。ハニーブランチの私の扱いはどんどん雑になっていくね。やっぱ長かったからさ。そうだね、うん、だって一番最初から2人とも知ってるもんね。そう、ね、下手したらだって愛ちゃんより長いんだよ。うん、あ、そっか。私がだってここに立つきっかけになったのはここだからね。おー、うん、いいこと言うね。でしょう、泣いてもいいよ。さすが、かのこさん、さすが。おい、名前間違えるよ。
名前、はい、そんな感じですごく楽しかったので、はいはい、うん、今日おめでとう、ありがとう。2部も、私たちは2部はいないんですが応援してますので、また遊びに行くかもしれない。そうだよ、遊びにね、うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと一旦落ち着きます。はい、まずは一部ありがとうございました。ですね、ちょっとあの後ろから変な声が聞こえるんですけど、まあちょっとスルーして、今日は久しぶりにイロハスともダンスのコラボをして、あーなんか懐かしいなと思いながら踊っていました。そうですね、歌も歌って、私本当に歌は苦手で自信がないんですけど、まあかのこさんと一緒にちょっと歌えたのでね、本当に良かったです、ありがとうございます。あとですね、その私がリクエストしたゼロ時計っていう曲があるんですけど、あれ初めて聞いた時に本当になんかすごいいい曲だなと思って、ぜひ生誕祭で歌ってほしいとすごいお願いして歌ってくださったんですけど、まさか私のためにとかそういう風に言ってくれると思ってなかったので、正直一回も顔見てないんですよ、泣きそうだったので。目合わせたら絶対泣くなと思って、今回は見ないようにしてました。いや、なんかサプライズ見て逆になんかその私誕生日でもないのになんかね、ありがとうございます、いつも本当に。はい、あ、何話そうとしたも。はい、ですね、告知に入ります。あ、一緒に、あ、あ、そっかそっか、一緒だ。10月の8日にブーちゃんさんの主催のイベントに2人で出ます。出ます。ゆるいね、我々 ね結構あれだよね、長いよね。うん、そう、長い枠いただいた、いったんですよ。もうね、はい、舌が回らない。はい、そう、本当にね、なんかだけん2人で何の曲やる、どれやるって話してるんですけど、本当になんか2人で揃ってっていう形になります、はい、2人の曲もあればもちろんソロもあるんですけれども、精一杯いつも通り頑張ろうと思うので、よかったら10月8日神山徳造の方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの2部ももちろんダンスありますので、うん、はい、そうだね。頑張って踊ろうね。もうやっぱやると思ったんだって、それ。なんかこの笑い声流行ってるそうです。あのね、この人語録がたくさんあるから後で物販の最中教えてあげます。はい、ではこれ2で1部の方は終了したいと思います。この後も2部ございますけれども、たくさんこの中の子たち残ってくださいますし、2部の方で新しい出演者さんがたくさんいらっしゃいますよ。バンドもあり、DJ もあり、みんなで、もう演者もお客さんも揃ってギャ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 騒いで踊って歌って食って女、ね、飲んでいろいろやりましょう。ということで1部の方終了したいと思います。ありがとうございました。ブッパあるので表ゴー、表ゼロ、2人でやる、あ、みんなでやる、みんなでやる、せーのって言ったら表ゼロな、せーの、表ゼロ。ヒロハスが一番なんかあの気合いが入ってるね、マイク渡してあげればいいね。